メルスハイマー・フレドリック・バレンタイン・メルスハイマーは、ドイツ生まれで、アメリカ合衆国で活動した、昆虫学者、ルター派の牧師である、ペンシルバニアの昆虫目録の著者である、ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル高領のネーゲンボルーンで生まれた。1772年から1776年の間、ヘルムシュテットで学び、ブラウンシュバイクからのドイツ人傭兵隊付きの牧師となった。 アメリカ独立戦争で部隊がイギリス軍に参加するとメルスハイマーも1776年にカナダに渡った。1777年8月16日、ペニントンの戦いで敗れ捕虜になり14ヶ月間留置された。釈放された後もアメリカに残り説教者として働き、1785年にペンシルベニアのルター派監督会議から監督官に任じられた。 1786年からペンシルベニア州のニューホランド、1790年からペンシルベニア州ハノーバーで牧師を務め、ペンシルベニア州のドイツ移民に大きな影響を与えた。信徒と共に昆虫の採集を趣味として行った。メルスハイマーの昆虫標本は、息子のフレドリック・エルンスト・メルスハイマーと息子の友人のダニエル・チーグラーに引き継がれ、増加させられ、 後に、ハーバード大学によって購入され、アメリカの大学が所有する最大の昆虫コレクションの元になった。メルスハイマーの目録の出版は3巻の予定で、始められたが、1806年に第1巻が出版された後、病気で中断された。ペンシルバニアの昆虫目録は60ページの著作で1363種のカブトムシの記述が行われた。 甲虫類の一種ゾアクローズメルスハイマーイなどに懸命されている。ありがとうございます。